らいでランクが上がりますね。お、マジで。私は今8万8000じゃない？あ、8000か。万はクソ多いぞ。8000だった。私はあと1万ちょっとかな。ってことは私よりもランク上じゃないですか。最近始めたばっかりなのに。あ、僕このステージ嫌い。あ、敵や。敵だ。明山千春を許すな。なんで？僕は可愛すぎるからですか？そうです。まあ、それは仕方ないことですね。僕は可愛いのなんて、この世の真理みたいなところありますし。可愛い子を許すな。まあ、そんな可愛い可愛い、この超可愛い僕も可愛い女の子が好きなんですけど。おすすめな子は誰ですか？神谷直とか、あとはオルガマリーアニモスフィアとか、その辺ですかね。嫁なんだな、あなた。そう、僕ね、あれなんですよ。最終兵器メルカリを使って FGO マンチョコのシークレットオルガマリー所長手に入れたんですよ。ほうほうほう、買ったんすな。ああ、正面から行ったらそら死ぬわ。FGO マンチョコのシークレットのオルガマリー所長手に入れちゃったんですよ。でね、未だにね、僕の中では所長といえばオルガマリー所長しかありえないので。あ、あ、すごい殺された。さっきからこの方にいっぱい殺されるんだよな。この方味方だと強い、強強なんだけどな。敵でも強強でしょ。だと強強、敵すぎてると嫌い。敵嫌い、全員敵嫌い。まあ、敵が好きな味方なんて、いませんよ。まあ、気分立ち回りが。なんかめっちゃ降ってる。どうしました？よそ見してたら横からなんかこうハンマーでぶん殴られました。いやね、やるときなんだけど、マップ開くでしょ、あの飛ぶときね。はい。で、マップ開いたときに、あの右スティックかな、右スティックだね。で、飛びたいところが出てくるから、そこをピッてやったら、あのそこで A ボタンを押すと飛べます。 A ボタンでいいんですね。そうです。そしたら押されました、あなたに教えてあげたんだから、今すぐあのこの緑黄色を全部撤回してください。ごめんなさい、リンドさんだとは思わなくて。緑を全部、緑、黄色、なくして、あぁ！届くんですよ、射程の範囲内なんですよ。あぁ、黄色い。次から飛ぶようにしていきましょう。そうすると多分いいと思います。一番下手くその民。そう、私の画面しか映ってないのでね、千春ちゃんがどれだけうまいかわからないでしょう。千春ちゃんうまいんすな。あ、スケジュールが更新されたらしい。あ、スケジュール更新。じゃあその隙に僕はギアのクリーニングに行くか。ギアのクリーニングを分かっていない民です。本当よ。じゃあギアクリーニングのところちょっと動画撮りますかね。スイッチの機能で撮れるので。ローラーが楽しいのでローラーをいっぱい使おう。
カーボンローラーデコいいな。デコにしようかな。カーボンローラーデコだな。デコにしよう。よし。もうちょっとやりますか。はいはいはい。その間にちょっと私は お服を見に行きます。お服って。武器チア。これで動画撮れたんですかね。なかなか動画撮るのが難しくて。撮れたんですかね。わかんないですね。まあ調べたらいいことなんでしょうけれども、何もわかってないんですね。あ、撮れました、撮れました。これは、ツイッターに上がるのか。撮った動画をどう上がるのかが分かってないんですね。スイッチね。もうちょっといろいろ調べよう。私、ガチヤグラもガチホコも C- ですね。僕、ガチホコは C+ ですよ。これあれだよね。ガチホコとかその辺をこういっぱいやらないとですよね。そうですね。ガチマッチも、裏で潜りますか、私が。で、ね。そうですよ。一緒にやれるようになればってところですね。まずは縄張りですね。へぇ、フードメニューとか全然知らなかった。こんなのあるんだ。へぇ。本当に何も知らない民、やばい。完全にこの人書いてるの、ジョジョだ、タコボーイさんのトン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 って。クラフトワークだ。全然わからない話をしていく。じゃあ今度は僕が潜りますね。はーい。あ、秋山千春ちゃんがおった。ガチエリア C+。ランク14。スクリュースロッシャー。クロブッチレトロ。レオタドオレンジ。キャンパスホワイツ。イエイ。可愛くないですか？可愛いです。私も可愛いよ、JK だから。そうですね、早くロビーに来てください。行きましたよ。ロビーでフレンドで待機していてもらえますか？僕のところにカーソルを合わせて。合わせています。じゃあ、参加！これで、ちゃんと、二人で戦えるかな？交流ボタンをめちゃめちゃ押すため。あ、どうでしょうね。入れるでしょうか。お、入れましたね。オッケー。あと3人。あと3人。お、一気に来ましたね。お。あ、動画上がってたっぽい。後で見とこう。ツイッター。まあ、後で裏でいらんなことを聞くんですな。わかんないことまみれ。お、やりました。敵ですよ。秋山千春を許すな。なんでですか？僕は可愛すぎるからですか？そうよ。可愛すぎるの上に私に対してひどいからね。そんなことないですよ。僕は優しいじゃないですか。そうかな。たまに冷たいもんね。いいんだけどね。冷たくないですよ。冷たくもめたくもないですよ。僕は。ほら、ほっ。ほっ。
私を真正面から殺しにかかってくる。怖い限りだぜ。僕は怖くないですよ、その点。どうかな。あ、僕はリンさんを殺すなんて、そんなこととてもとても違う人にやられ、できやしませんよ。違う人に殺された。僕はね、リントさんを殺すなんて、そんなことできやしませんよ。カーボンローラーデコ、難しいな。なんか物が違うからかな、さっきと動きが。あとちょっとローラー時早いな。僕はリントさんを殺せないんです。皆さん殺してください。ああ、やられた。ユウトさんにやられた。こいつめ、バッキングユウ、こんなこと言ってたらダメ、バンされる。アカウントバン怖い、やだ。あーらっしょい。ちょっとちょっとちょっと、その帽子かぶった人、私が下手くそなだけなんだかな。ぐぬぬ、ぐぬぬですよ、ぐぬぬ。この状況、とても僕らが勝てているとは思えません。勝った勝った、あー勝った、ギリギリ勝てた最後。うー、絶対負けました。あれ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 、見た目からはわからないパターンのやつだ。ナイスで守るさんがなんか強かった。いいねいいね、強強やで。もうそろそろ今撮ってる分で何パート分になるんでしょう。3パートになるのかな。うん、わかんないです。下手したらこれ1本で上げる可能性もあるしね。これ1時間以上あるんじゃないですか。意外と40分ぐらいよ。いや、どっちにしろ40分はあるじゃないですか。15分ぐらいに多分分かれるんじゃないかな。どうかな。引き連発ですね。凛としてある船仮説。勘弁して。仲いいよ。船仮説浮上つらいよ。あの凛として春に花仮説浮上。あ、か、やるか、おい、こら、パンチで。あんなとこだ。あ、こら、やんのか、やらねえぞ。やんのか、おら。怖え、怖え、怖えやつ出てきたよ。え、怖くないですよ。喧嘩ガチ勢だ。僕もアイドルですから、演技を多少たしなんでいるんですよ。仕事の一環として。なるほどな。じゃあその演技力をじゃがりこ面接したらいいんじゃないか。じゃがりこ面接ですか。まあリントさんがそういうのなら今度やりましょうか。見てもよろしいのではないだろうか。私は演技力じゃがりこ面接を途中で噛む民なのでダメです。じゃがりこが言えないんですね。ジャガー、ジャガー、リコ、リコ、ジャガー、リコ。
なんかいる。隠れてたら殺された。隠れてたら殺された。そのまま水に沈め、横に行って水に沈め。横に行ってインクを塗ってます。水に沈め、この野郎。ほら。やったぜ。出会い頭は卑怯じゃないですか。いるところ知ってたから殺しに行った旅。やばいやばいやばい、この人。あ、止めた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 。お、止めた。初めて止めた。ほら、私に感謝しろ。はい、ありがとうございます。ちゃんと感謝してますよ。大丈夫です。あー、殺された。これは今回の動画はあれですね、どちらかがランク15になるまでやりますか。お、そんなにやるんですか。そんなにやれるかは謎ですね。だってまだあれでしょ、8000、9000くらいあるの。おい、こら、オラオラ止まりなさい。おい、この野郎。ちはるめ、この凛として春に花かせず浮上。こら、やんのか、こら。いい、あんなどら柄悪いな。あ、いるじょ、いるじょ。あべし。はーい。やべえなー。いいシーン撮れたな。これはサムネイル確定か。マジで言ってんの。800ノリノリしましたね。私まだ1万7000なんすな。ランク14までは2万9000で。僕、勝利ボーナスあるから、あと1000くらいで上がりますよ、ランク。やべえ。あと1000です。おっと、これはこれがラストバトルか？ランク15になったあたりで、終わりだな。どっちかが。私がランク15になるのは、まだまだ先の話ですね。じゃあ、これがラストバトルになりますね。お、勝ち宣言。だって僕、勝ちますから。なんで向こう、塗り勝ちでみたいな人たちが集まってるんですか。おかしいでしょ、ここ僕、勝たせて。終わる流れじゃないんですか。塗りマンがなんかたくさんいた気がする。そんだけ塗ってどうするんですか。ああ、正面から行くのは良くないんだな。僕、ここ勝ちエリアやったので結構ステージはね、分かってるんですよ。あ、北斎やだ。リントさん、挟み撃ちは卑怯じゃないですか。何のことかしら。あっ、はーい。あー、今応報ってやつですね。くそ、バッチが当たりましたね。バッチが、くそだ、買ってやるし。あー、向き正面から行くんじゃなかった。正面から行くなということを学ばない私。誰よ。僕です。知ってた。なんかバグ、僕です、僕です。なんか洗濯機持ったやつ。そう、洗濯機持ったやつ倒しに行くぞ。
待ってください、そこの北斎さん、そこの北斎さん、ちょっと待ってください。ちょっと待って。洗濯機持ってやつ、あれいなくなった。ああ、ダメ。ああ、僕の陣地が荒らされてらっしゃる。攻め込みすぎた。よしよし、陣地を荒らしに行くぜ。帰れ。降りた先におったんかい、この野郎。これはマジで、これラストバトルパターンか。さっきのローラーの方が使いやすかったな。ラストで僕の勝ちですね。ああ、負けたでござるよ。ああ、負けたな、完全に。塗りも一番、ランクもアップ、ラストバトルでした。ありがとうございました。はい、ということで今回は一旦ここまでにしましょうか。はい、ありがとうございました。ということで、凛として春として、また今後もね、こんな感じで、多分やっていくと思うんで、よろしくお願いします。少しずつ上手くなりたい。はい、ということで以上、私凛とと秋山千春の2人でお送りいたしました。バイバーイ。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。